私が1981年小学校6年生の時のことでした。その時にこう一冊の本を読む機会があったんですけど、ノーストラダムスの大予言っていう本がその時こう発行されていまして、読んだことありますか？なんかうなずいてる方、読んだことあるみたいですね。その本によりも、そのこのノーストラダムス大予言っていう本を書いた人によりますと、そのノーストラダムスがいろいろ予言をしてて、その内容によると1999年にはこの世界が滅びる、もうこの世界はもう終わり、なんか地球がなんか星に囲まれて、なんかもう惑星がみんなこう一列に並んでなくなってね、それで、まあ、とにかく地球が滅びるっていう、そういう内容が書いてありました。小学校6年生の、まあ、うちの息子よりちっちゃい、その時の子供としては、あと何年かすると、もう私の人生は終わりなんだっていう、ね、そういう恐怖心を抱くようになりました。そして数年後のことですけど、あの教会で、映画をこう見せてくれたんですけど、その映画もこう、この最後の日についてのこう映画だったんですね。その教会の中でイエス様が再び来られる、でそのイエス様が再び来られる時に何が起こるかというと、そのイエス様が再び来られて、この世界を、まあ、神様が裁く、その前に信仰のいいクリスチャンは神様が特別に呼んで、その人たちはね、先に捨てていくって。だけど信仰の足りないものが残されて、それでもう迫害を受けたり苦労するっていう、そういう内容の映画を教会で見せてもらいまして、なおさら私は信仰がないと思った、信仰がないと思ったので、ああ私はえらいこっちゃ、もう迫害を受けて苦しんでしまうんだなって、そういう恐怖感を持ちました。なんかこう何かに対してのこの怖さ、恐れるっていうものが私の心の一部にこう志願が、まあ、なんていうかへばりついて、そして私の人生に時々、未だにもこう、なんていうかな、本当に嫌な時にこう恐怖心が私をね、こうなるんじゃないのってね、こう私をこうがんじがらめにするということがあります。ですから、私は信仰が とても少ないから、とにかくいいことを頑張ってやって、そして人に対して親切にして、まあ、それでまた自分の持っているものをあげて、それでいいことをやって、なんとかこう自分の信仰の足りなさを補おうというのを頑張ってたんですけど、あと、まあ、そうして頑張っては力尽きて下手るっていう、そういうことの繰り返しでした。かわいそうな少年時代を送っている。しかしある日のこと、神様ご自身は愛であって、そしてこの神様が私を愛してくださっている、そういう神様は愛そのものなんだなということをこう気づかせてもらう、そういう機会が訪れました。そのことは私の人生を変えました。こう何か私に恐怖にこう操られて何かをするんじゃなくて、反対に神様によって愛されてるっていうことを通してこう生きるっていうことを知るっていうきっかけが得られました。今日の
聖書の箇所は私にこう思い出させます。何を思い出させるかというと、神様は愛であるということ、そして私が神様を先に愛したんじゃなくて、神様ご自身が私を愛して先に私のことを愛しておられる。そしてこの神様が私たちを愛してくださっていることを持つことが信仰である。だから誰かが皆さんに、あなた信仰がありますかって聞いたときに、あ、私信仰がないとじゃなくて、神様が私を愛してくださっているんだっていうことを思い出して、あ、ありがとう、誰かがあなた信仰を持ってますかって聞いたときに、私は感謝します。なぜかというと、神様が私を愛してくださっているから。それが信仰ではないでしょうか。今日の第2日課のテサロニケ信徒への手紙の話も同じようなことが書いてあります。当時の人々はイエス様が再び来られる、そしてその神様の裁きが あるで、待って待って、それも待つんだけど、だんだん何度待っても来ない。だからもう本当にそのどうしたらいいかっていうところの中で、このパウロはテサロニケの信徒の人々に信仰と愛の胸当てをあなたが持ちなさい、ちゃんと胸当てを持ちなさいって言葉を交わしてるんですね。そして救いのヘルメットをかぶなさいと。愛と信仰の胸当てを当てるっていうこと、そのことは私たちが神様の愛と、そして神様が何より先に私たちを愛してくださっているっていうことを、私たちの心に、私たちの魂の中に当てることではないでしょうか。どんなに幸せでしょうか。神様が愛してくださっているっていうことを心に留めて、神様に感謝を捧げられる人は、神様が愛してくださっているからっていうことをいつも心に留めているからこそ、同じようにその受け入れている愛を分かち合うことができる人は、どんなに幸せな人でしょうか。さらにその人は与える、神様から与えられているものを感謝することを通して、さらに人々に与えることを通して、その愛がどん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 増幅していくっていう経験をする、そういう経験をしている人っていうのは、どんなに幸せな人でしょうか。私たちも、あ、人に見られてるから、あ、私は信仰が足りないからっていう自分を脅かすものにとらわれるんじゃなくて、神様が私たちを先に愛してくださっている、そのことに感謝する、そのことに立ち戻るっていうことができたらなと思います。私たちは今日、神様に助けを求めましょう。私たちの思いが恐れから愛に、そして私たちの生きている人生が感謝の人生と変わりますように。私たち、神様に願いましょう。どうぞ私たちが愛と信仰の胸当てをこう当てることが、私たちの心に、ハートに当てることができますように。そして私たちが何よりも神様が私たちを愛していてくださること、そして私たち自身を愛すること、そして私たち自身を愛しているように、また隣の人たちを愛することができるよう、イエス・キリストを通して、今日の短い私のメッセージです。お祈りいたします。神様、
私たちは弱いものですので、私たちが今まで生きてきた人生の中で、いろんな影響の中で、私たちを大事にできないものにとらわれていることがあります。しかし、神様、あなたは私たち一人一人に、あなたが私たちにどんなに大切なものであるかということを、また私たちの人生を通して、いろんな出会いを通して、いろんな出来事を通して知らせてくださいました。どうか私たちが自分を大事にし、そしてあなたの愛に対して感謝を持って生きていくことができますように。そしてあなたが与えられている私たちの命をあなたのために、あなたの喜ばれるように用いることができますように、どうぞ私たちをお助けください。 Lord, there are a lot of things